甲子園球場の緑のカーテン倉敷、アイビースクエアの緑のカーテン北海道札幌市、西区の市公園の緑のカーテン緑のカーテンとは、植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法である。または、そのために設置される生きた植物を主体とした構造物である。その効果としては、 窓を覆うように設置されることにより、カーテンとしての遮光の他に、建築物の外壁により蓄積された熱の軽減や、植物の蒸散作用の時に発生する気化熱によって、周囲の温度を抑制したり、植物の光合成の過程で発生するに、酸化炭素を吸収して、地球温暖化の緩和をしたり、酸性雨や紫外線や急激な温度変化による外壁の劣化を、 軽減したりすることも考えられる。そして、植物の干渉や果実の収穫も期待されている。また、木などで日差しを防ぐものをグリーンカーテンとも言う。環境技術としては壁面緑化にあたるもので、緑のカーテンという故障は、個人や市民ベースの省エネルギー運動の範囲での比較的小規模な構造物を指すことが多い。そして大規模な壁面緑化には、 外壁に直接植栽する手法などもあるが、緑のカーテンといった場合には、鶴植物などを窓を覆うように繁茂させた、カーテン状の構造物を刺すことが多い。歴史的には、遮光、目隠しの効果を有するものが古くから用いられてきた。日本では夏の風物詩でもあるすだれ、店舗や家庭で使われるのれんといったものがあり、外国でもカーテン、ブラインド等が存在する。 特にブラインドについては、エジプトの初期王朝から使われていた。しかし、これらはすだれを除き室内に用いられることが一般的であり、素材は加工品かつ無生物であるため、日光が当たり続けると熱を持ち、熱放射が起こるという欠点がある。こうした欠点を補う方法として、外断熱であり、生きた、 植物体を使用することにより気化熱による継続的な温度抑制が期待できる緑のカーテンが利用される。家庭をはじめ学校や公的機関でも用いられている。打ち水に似た原理である。夏季高温時において太陽光の遮断と断熱、及び植物用面からの蒸散による気化熱を利用して建築物の温度上昇を抑えることを主な目的とするが、 居住環境整備としての社交や目隠し、植物の干渉も目的のうちである。また、地球温暖化対策の一環として、植物の生態活動による大気中の二酸化炭素の減少を期待する向きもある。太陽光が建築物内部に入社することを抑えるため、窓を覆うように設置されるのが基本であるが、建物全体を覆えば外壁の蓄熱を防止したり、 日射による急激な温度変化や、酸性雨、紫外線がもたらす外壁の劣化予防にもつながる。植物は主に釣る植物が用いられ、支柱に絡ませたり、外壁やネットに這わせたりして栽培する。秋には葉を落とす、落葉性の植物が用いられることが多い。常緑性の植物も利用できるが、その場合は陶器も遮光効果を発揮してしまうという難点がある。 社交の目的から、葉がよく茂り高く灰のぼるツタや、キズタなどの植物が多く選ばれるが、家庭や学校では、観賞や、生育観察、収穫等の目的を兼ねて、アサガオや、キュウリ、トマトなども使われる。最近では、比較的病害中に強く栄養価も高いことなどからツルレーシも用いられている。栽培される植物は、一年草ではヘチマ、キュウリ、アサガオ、 夕顔など、多年草では、キウイ、クレマチス、富士、ブドウ、山の芋、ホップなどである。環境省の学校等へコ回収、環境教育モデル事業の一環として、緑のカーテンを導入する学校もある。カーテン面積の計算や二酸化炭素の吸収量の、概算といった直接的な内容から、土作りや考えなどの理科的内容。 地球環境問題や持続可能性といった社会的なテーマまで学校により多岐にわたる内容の教育が展開されている。緑のカーテンって何板橋緑のカーテン活動緑のカーテンホップのカーテンの取り組み札幌市食能教育ナンバー62008年3月号例えば板橋区立第7小学校は先駆けとして2003年から始めた植物で覆った結果 かが大量発生中国のマンションとはクソ物件オブザイヤーで再び脚光。ハフポスト2020年11月16日閲覧。ありがとうございます。